山田店長です。ということで今日は悲しいニュースのお知らせです。私の大好きだった石原真理子さんがなんと万引きで捕まってしまいました。あの昔中学校ぐらいかな、高校ぐらいの時に不揃いのリンゴたちっていうドラマですね、それを見てすっごい不安になって、もう当時大人気だったんですね。私あの男子校行ってたんですけども、駅周辺にはこう女子高生がみんな石原真理子ルック、こう黒髪でこう眉毛太くてみたいな、すっごい流行ってました、ストレートヘアのね、っていうぐらい当時人気があって大好きだったんですけども、じゃあちょっと読んでみますね。東京都墨田区か、コンビニエンスストアで万引きしたとする石原真理子、53歳、年食ったね、が窃盗の疑いで警視庁の方に取り調べを任意で受けているということが報道されております。また取ったのがしょぼいんですよ。弁当一つとペットボトル、気づいた店員が110番で通報して、石原真理子さんはお弁当とペットボトルを万引きした容疑を認めていると。うっかりして出ていったじゃないみたいですね。ちょっと最近やっぱいろいろあったですよね。なんか誰でしたっけ、玉置浩二さんと結婚して離婚したりとかですね。そっか、悲しいですね。まあでも不揃いのリンゴたちって本当に名作でですね、もうあれ見て本当人生学んだと思ってます。僕はもう2とかもう2もあるんですけども、またこれがもう見ててやるせない気持ちになって、多感なこの青春期に見てですね、やっぱすごかったですね、あのドラマ。何にしても悲しいですね。しかしよくよく考えると、私が好きな女優さん、石原真理子、藤谷美和子、国生さゆり、みんなぶっ飛んでます。山田店長でした。今日これゆらゆら揺れてたのこれです。実はこう外かな、屋外用のこうブランコです。近日発売予定です。よろしく。マジで来た、マジで来た、来た、敵が来た。